剣豪の里として知られる奈良市の柳生町で今花菖蒲が見ごろを迎えています。新緑の里山を背景に花菖蒲がすがすがしく咲き誇っています。柳生花菖蒲園では1万平方メートルほどの敷地に花菖蒲およそ450種類80万株が栽培されています。花菖蒲は昔から武士の花として好まれていたといい、柳生一族が暮らした剣豪の里にふさわしい花の一つです。園では毎年この時期になると紫や白などの色とりどりの花を咲かせ、ロマンあふれる柳生の歴史とともに訪れた人を魅了します。なお見頃は今月20日頃までということです。